瞬です。サポーターの声援を受けて決めました。1対0、サガン鳥栖ホームで先制。2試合連続のゴール、豊田今季2点目を決めました。しかしビクトル・イバルボうまくこうチャンスを作って、最後は豊田が左隅に速いボールを蹴ってきました。